おはようございます。おはようございます。今日は何すか？いや、何すか今日は今日、足場幻聴。はい。あ、幻聴ですか？そう、はい、なんかうちの会社、塗り替え道場、足場幻聴はその営業とかプランナーがやってて、結構あれですね。そうそうそう、なんかずれてるとか全然大きさが違うとかちょっと言われちゃってるんですけど、はい、それの様子をちょっとまあ取りに来てんな。そうです。はい、はい、そんな感じですね。幻聴って何ですか？全部測るんですか？家の周りと、ここの今回の場合は、はい、家の建物のサイズは図面があるから、はい、建物のサイズは測らんで、まあ今日測るのはその敷地幅、敷地幅とか、家っていうか建物の敷地、はい、家の建物の建ってない部分の広さあとかも測らないといけない。そう、その部分にやっぱり結局足場を建てるから、それが何センチあるのか、もしお隣とのがキツキツとかやったらお隣に出る必要があったりとかするから、はい、まあ、その場合はお隣の人に敷地ちょっと立てますねっていうお断りを入れたりとか、はい、まあ、敷地幅十分やったらその昇降階段を、はい、まあ、どこに建てたらいいかとかそういう話にもうなってきて、はい、いくらさ敷地幅があってもさ、駐車場に車止めたいのにそこに昇降階段立てて駐車場潰れちゃったりとかしてもあかんから、はい、そうですね、郵便局ですよね。そうそうそう、今回郵便局 で郵便局、ここの郵便局の局の人たちもなんか YouTube の視聴者さんで。あ、そうなんですか？そう、だから全然撮っていいよって言ってくれて、はい、結構視聴者さんいっぱいいますね、お客さんに。ありがたいですね。あ、で駐車場があるからその敷地幅もかかる。そうそうそう、まあよっぽどそのここの場合車が止めれなくなるほど足場がガーンって出ることはまあないと思うけど、結構広いっちゃ広い、うん、結構広いし駐車場も広いからそんな車が止めれなくなるほどにはなることはまあないと思うけど、はい、まあそうですね、結構敷地が狭いお家とかもあるから、はい、まあ写真とか撮ってこんな建物でこんな家の形でとかっていうのも足場班に知らせて、はい、そしたらそれに合う部材を持ってきてくれるから、もともと足場班がバーって回ってくれてた時期もあったけど、はい、まあ今は、ね、そうみたいですね。そうそうそう、でもその前は自分らでやってた。だから私が入社した時は私たちがやってて、はい、その後足場班が回ってくれるってことになって、でまた自分らで私たちがやるってことになって、はい、っていう形ですね。まあ、1日取られちゃうって言ってましたもんね。そうやな、もうほんまになんか足場幻聴の日みたいな感じになってたから、その足場班で行ってくれてる時も、はい、うん、それ結構ね大変そうやなって思うけど、まあそんな感じでなんか何を測るのかっていう感じですね。足場班からは一番その建物の出てるところから、はい、まあ、長手短手って建物、はい、長い方の面を長手、短い方の面を短手っていう風に呼んでるけど、はい、それの一番出っ張ってるところ、長いところの最長の距離を測ってほしいってまあ言われてて、はい、でも今回建物の大きさはもう図面が事務所にあるんで、はい、もう建物の長さはもう測らないです。そうなんですね。たまに図面のない建物とか家だったら、はい、まあ、自分らで測るけど、はい、まあ、でも難しいですね。私のこれが 3.5 なんで、はい、絶対建物で 3.5 以上大体あるから、ね、こうやって伸ばして、で、まあ、目印かどっか置いといてそこからまたビーッて測り直すみたいなのとか、はい、あとサイリングボードとか ALC だったらそのボード1枚の大きさを測って、はい、そのボードが 1,2,3,4,5 枚あるみたいな、はいはいはい、っていう測り方をしたり、でちょっとすごい測りづらいですね。ちょっとそうですね、なかなか難しいんですけど、まあ、今回その大きさは測る必要がないんで、はい、まあ、敷地幅だけ測りましょうか。はい、お願いします。まずいつも建物を上から見た時にどんな大きさかっていうのを撮ってて、はい、大体私 Google マップとかで上から見た図を書くんですけど、はい、まあ、ちょっとこれ事務所で今日書いてきました。建物こんな形で
でちょっとこういう風になってるのがこれなんて説明したいかな。黒い線が見えるかな。あ、はいはい。建物ここ結構長方形なんですけど、はい、ちょっとこうなってるのがこれなんて説明したらいいかな。なんか屋上で、はい、ここだけなんかちょっとペントハウスみたいな感じでちょっと盛り上がってるんですよ。でなんかここがなんか坂道みたいになってて、はい、これちょっとなんて言ったらいいかな。屋上に行ったら多分一発で分かんないけど屋上ちょっと行けないんで、はい、まあなんかこんな、なんとなく分かる。ちょっと想像力を膨らませて、そう想像力をちょっと皆さん膨らませてほしいんですけど、はい、でそうですね、正面はまあ2階なんですけどここの側面のところはまあ1階建てっていうか2階になってないんですよ。ここの部分だけ2階建てみたいな感じで説明むずいな。まあとりあえず測っていきましょうか、はい、でここちょっと出てるじゃないですか、なんか郵便局の看板のところがちょっとボコって、ああそこ そうですよね。そうそうそう、そこがまあどんだけ出てるのかとか一番出てるところから測りたいんで、はい、で、まあ、普通の家だったら軒天とか塗るんで軒天触れるように、はい、まあ、やるんで今回もまあちょっとここシーリングとかやんなきゃいけないんで一応この軒天っていうんかわかんないですけどこれが、はい、ここのここの部分ですね、ここのここ、そこ一応触りたいんで、はい、まあ、一応ここの長さっていうかを測りますね、はい、こういうの起点測るのすごい難しくて結構なんかこの前勉強会足場勉強会ってあってその時なんかとつさんに、はい、が教えてくれて測り方を教えてもらったけどなんかこっからこうやって合わせてなんかこうやって測るとかやってでそんなんわかんないじゃないですか、はいはいはい、こっからこうやってなんか何センチだって測るって言うんですけどちょっと私にはそれわかんないんでちょっとこっからだいたいこの目地のところがそれじゃないですか、このここの目地、はいはい、だから地面からもうそこの目地のまでの距離を測ります。あの使うスケールは、はい、あのシャキーンっていうタイプの、あのクターってなるやつじゃなくてシャキーンっていうタイプのやつで、はい、いつもはい、測ります。目地のところで330ですね、はい、なので、まあ、まあ正直これメモ程度なんで、まあ、ここ330これ全部ミリで書きますね。この軒でっていうこれ軒って言っていいか分かんないですけど、まあ、軒でが330、はい、いつもこの外ではもうパーって書いて後で綺麗に清書して分かりやすい感じにすることがほとんどなんですけども、はい、次敷地幅ですね。一番出てるところから測るんで、はい、こっから測りますね、ま、でそれまあ厳密に言うと坂道になってるからここがちょっと伸びちゃうんですけど、あーすごいか、まあ、車内ですね。で一応この郵便局の敷地幅は550cm なんで、はい、まあ、500で、まあ、これもちょっともう適当ですね。とりあえず今はここはまた清書するんですか、うん、事務所帰ってからもうちょっと分かりやすいように清書するで、まあ郵便局の幅で500で、で今回道路線を取ってるのが600ミリやったかな、この側溝にの上に立てていいのが、これはちょっと軒で自分で測らないといけないかもしれないですね。あ、図面にあればもう図面のやつそのまま使うけど、そうこれも軒でじゃない軒だか高さ測るのがもうほんまに分からんくて、はい、なんかこうやってあここで150っていうのだけ覚えて、はい、この目地のちょこっとした150って覚えて、はい、もうこうやるしかないですよね。もうこのみんなどういう風に測ってるのか全然わかんないんですけど、はい、150足す1500足す1530ぐらい、はい、はい、さっきこの書いてきたやつを、はい、まあ、清書するんですけど、はい、ちょっと普通線とか汚いから一応そうそう何書いてるか分からんやん、だからそういうのを清書する感じですね、はい、なんか物差しが私ちょっと
使わないんですけど、結構他の人の見てると、はい、結構物差し使ってちゃんと書いてる人もいますね。なんで使わないんですか。なんで私様なんでなんでかな。え、伊藤くん、伊藤くんは足場現状のさ図面さ物差し使ってる。みんな使ってますなんで使うんですか。まっすぐ線が引けないからでも引け、まっすぐ線引けますか。斜めになりますよねいいんですかそんな。え、でも何も言われたことはないですね正直。あ、そうなんですか。なんか多分足場本的にはその前言ってたのは、はい、長一番出っ張ってるところのそれぞれ一番出っ張ってるところの長さが分かればいいから、はい、多分そんなまっすぐに線は引かなくても。あ、そうですか。そう、おそらく大丈夫で多分ね、何も言われたことがないからそうしてるだけなんですけど、はい、はい、まあそうですね、まっすぐの方がいいのかな。で、当日そのトラックをどこに止めたらいいのかも書いといてあげた方がいいから、はい、で、ここの場合はここの郵便局の駐車場に止めたらいいから、そこにこの図面の中とか、まあ、どこでもいいんですけど、はい、にトラックここに止めるって書いて、で、まあ、数っていうか長さをこう書く感じですね。その敷地幅、さっき測った敷地幅を、はいはいはい、これで一応、はい、足場の現状は終わりかな。そうですね、で、ここからは足場班でしょう、はい、そう、ここからは足場班で、まあ、たまに電話かかってきてここはどういうこと、ここはどういうことって聞かれたりするけど、はい、うん、そんな感じですね。わかりました。いつも清書して、はい、写真を送ってるっていう感じですね。はい、じゃあ、はい、朝撮った動画に、はい、戻りましょう。どうやって戻ればいい。わかんないですはい、戻ってください。はい、はい、まあそんな感じですね。はい、現状はちょっと雨続いてたのですごいなんか晴れてびっくりなんですけど。そうですね、今日も雨予報だったので、でも多分これから多分また降るんかな。あ、マジですか。朝も降ってましたもんね。朝も降ってた。結局現場はね、まあ動いてないんで、もうどんどん工期が遅れてて困ってるんですけども、はい、まあ、こんな感じで。はい。じゃあ、求人道場と、はい、外壁塗装のマッチングと、はい、あと、関東の職人さん、橋本シーリングを募集してるんで、はい、ぜひ、よろしくお願いします。お願いします。あと、まあ、このチャンネル登録と、各個人チャンネル、はい、と私の会社員御殿日常、はい、足場班チャンネル、はい、ファミリーチャンネル、はい、3つあるんで、はい、登録お願いします。お願いします。じゃあまた見てね。